北島先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今回25歳の男性の方から質問が来ています。現在毎日ジムに通ってワークアウトをしているのですが、筋肉を効率よく大きくさせる分割法を教えてくださいとのことでした。よろしくお願いします。はい、まあ、まず分割法っていうのはプロフェッサー・レイス The Mad Scientist Yeah You're about to get served。 その全身いっぺんにやってると疲れちゃうから、まあ、筋肉を分けてやった方が効率いいですよっていうことで、はい、パーツごとに分けてやることを分割法ですね、はい。でまあ、その分割法の分け方なんですけど、一番最初のベーシックな分け方っていうのは押す筋肉と引く筋肉に分ける。 であとは下半身に分ける。これなんでそういう分け方をするかっていうと、なるべくこう休ませる時間を長くしたいので、同じ筋肉、例えば押す筋肉を毎日やると休めないじゃないですか。ですから押す筋肉を使った日の次の日は引く筋肉を使って、その後には今度下半身を使ってってやると、まあ、連続したとしても使ってる筋肉が違うので、ある程度休憩になってそのオーバーワークも防げるし、効率的に全身回しやすいっていうことで、まず同じ時に使う筋肉をまとめてやるっていうふうになってくるんですね。押す筋肉っていうのは、まあ、大胸筋とか肩とか三頭筋。そうですね、こう押す時に使う筋肉なんで、胸を使う、ベンチプレスで使う筋肉。そうですね、ベンチプレスで使う筋肉をやっていってあげるといいっていうので、まあ胸やって肩やって三頭、はい、どうせ使ってるから同じ日にやろうっていう考えですね。で引く筋肉っていうのは、まあ、懸垂とかこうプーリーとかで使う、引く、引っ張る、本当に引いてる時に背中とかと二頭、そうですね、背中と二頭入るわけですね、はい。まあ場合によっては肩のリアを引く筋に入れる人もいますね。まあそれは微妙なところにあるので、そういう分け方でもいい、はい。あとはもう下半身は全く別と考えて下半身の引っていうふうに分ける。まあこれ三分割法っていう一番初歩の分け方ですね、はい。まず全身だったので全身やるとちょっと無理があるなってことで分けようってことで、分ける分割をしようとしたら3分割、はい。で、まあ、これからはもうちょっと細かく分けたいなってなってくるんですね、うん。まあ、要は押す筋肉引く筋肉って分けるとだんだん筋肉大きくなってくると疲れちゃうので、うん、もう胸と肩と三頭を同じ日にやるって考えられないみたいな感じになってくるので、はい、もうちょっと分けたい。でもしくは肩をでかくしたりして、肩だけじゃあ別にしたいって言った、肩をじゃあ別の日にしましょうっていう感じで、胸と三頭に肩は独立させて、背中と、まあ、二頭は同じ日で足っていうふうに、まず肩だけ独立させたとしたら、今度はじゃあ胸押す筋肉をやった次の日は肩を持ってきちゃうとまた押す筋肉なので、ちょっと疲れちゃってダメということで、じゃあ背中の筋肉二頭の日、二頭、背中と二頭の日を持ってこようとするわけです。でも胸を今度やった時にもし筋肉痛が出たら、胸が痛くて伸びないので背中が思うように収縮しなくなるんですよね。拮抗筋が、そうですね。ですから胸のすぐ後に背中も避けたくなるわけですね。そしたら胸の後にじゃあ足やろうかって感じになるんですね、うんうんうん。で胸の後に足をやって、で肩をやって背中とか、背中をやって肩をやる、もしくは肩がすごい一番重要視する場合は肩を週の頭に持ってきて、それから、次はじゃあ肩の後に足やってもいいし背中やってもいいし、背中をやる、でそしたら次は、足をやって胸をやるみたいな感じでもいいわけですよね。そういうふうに分けてあげる、まあ肩をやったとこと胸をやったとこをちょっと話したいっていうのもあって、最後に胸を持ってきてもいいかなっていう、まあそういう分け方になってくる。で、はい、今度はまたじゃあでも背中と二頭を一緒にやったらちょっと二頭が全く太くならないな、もうちょっと腕太くしたいなっていうんですよね。そうなんですよ、ちょうど僕それで悩んでて、はい、ちょうど先ほど言ったような胸の日と、胸さんと押す日と引く日と、肩の日と足の日みたいな、この4つで回してるんですけど、やっぱりどうしても腕とか例えば三頭とか二頭やるのって胸とか背中の後になるので後回しになっちゃって、集中してできないっていうのがあって、でそうですね、その場合っていうのはやっぱり独立させた方が、そうですね。で本当に腕太く、太くしたかったら腕を独立させて、はい、胸の後に三頭のパンプだけやったり、背中の後にパン、背中の二頭のパンプだけをやるっていうので、要は A の
人、ヘビーの人、ライトの人を作る感じにして、今まで通り胸さんとかやるんだけど、本当にキックバックとかエクステンションだけみたいな、パンプアップだけを軽く、せっかく使ってるからちょっとパンプだけやる。で、腕の日はしっかり腕をやってあげるっていう感じで、二頭三頭を一緒にやるんだけど、まあ例えばこれも、2ヶ月ぐらいで2頭だけをやったりとか、2頭から先の3頭と入れ替えたりとかって言って、やっぱり最初にやってる方が一番あれですね、体力が持つので、3頭から始めるのを2ヶ月ぐらいやって、次の2ヶ月は2頭だけを始めるとか、あとはもしくはこうミックスしていく方法もありますね。その2頭と3頭交互にやっていくっていうやり方もありますね。両方、それはまあ減圧法って言って、前もちょっと言いましたけど、拮抗筋、反対側の筋肉を使うと前の疲れが麻痺して、もっとパワーが出るということで、交互にやるっていうやり方も割といいので、そうすると同じ腕の日でもバリエーションができて、3頭から先の日、2頭から先の日、交互にやる日っていうふうに分けると、まあ、それを2ヶ月単位ぐらいで分けてあげるといいかなっていう感じですかね。じゃあ胸の日とかで三頭を追い込む時とかっていうのは、はい、そのあんま高重量扱わずに軽くパンプアップさせる程度で、胸の日にがっつり追い込むみたいな、はいはい、そうですね。まあ結局ある程度の高重量ってベンチプレスとかやってれば三頭にもかかってるので、パンっていう感じなんですよ。ただそれだけだとやっぱり腕ってなかなか太くならないので、腕の日を別にして、やっぱ腕だけのヘビーを使ったりとかってした方が大きくなりやすいので、でせっかくでも胸で3頭もどうせ使ってるんだから、ちょっとパンプだけをやろうかって、だから胸の日に胸と肩と3頭っていうふうに毎回やってるように見えても、実は胸の日にやってる肩と3頭はパンプのみっていう人も結構いたりするんですよね。ですからなんかすごいいっぱいやってるようなっていう感じに思っても、実際の考えとしては胸の日にある肩と3頭はパンプアップで、肩の日は別、3頭の日は別っていうふうに考えてもいいですね。そうすると胸肩三頭をやる人、腕をやる人、肩をやる日っていうのを作ってやってあげると、なんかあと背中と二頭だけど二頭もパンプだけっていうふうにやってると、いっぱいやってるようでそうでもなかったりするんですよね。そうですね、確かに腕の日だけとかだったら、はい、そんなに種目数もないですし、はい、長くできないですよね。そうなんですね、ですから頻度としては結構頻度っていうかこれですね、パーツを分けてあげると、はい、ハイボリュームだけどコンパクトの時間で終わるっていうメリットもあるの でどうしてもやっぱりハイボリュームの方が筋肉の損傷が多くなって太くなるっていうのがあるので、ハイボリュームにもしたいけど、でもコンパクトに抑えないと今度は筋肉の分解が始まってしまって大きくならないので、その両方の条件を考えた時には分割をいっぱい多くしてあげて、ハイボリュームだけどコンパクトの時間に収まるっていうのを作ってあげると両方クリアできるんですよね。ですからだんだんレベルが上がってくると分割を多くしていくっていうのが多くなってきますね。ちなみに先生とか現役の時ってどういう分割法でやられてたんですか？はいはい、僕はもう結構好きなのは1部位ずつ全部分けるっていうのが好きです。1部位、1日1部位です、はい、肩だけ、3頭だけ、2頭だけ、胸だけ、背中だけ、背中下手するとアッパーバックとローバックに分けたりとか、で、あとは足も四頭筋の日とハムストリングスはローバックの日に入れるとかっていう感じに、背中の下と足の後ろ側だけって分けたいとかっていう、それで四頭筋の日はちょっとまだ四頭筋だけだとちょっと余裕があるので二頭のパンプも入れたりとかっていうふうに、二頭がだから週3回あったりとかっていうこともありますよね。背中にパンプ、背中のアッパーバックと背中のアッパーバック、背中の上と二頭筋のパンプの日と、四頭筋の人、二頭筋のパンプの人、二頭だけの日ってやってるっていうのもありましたね。だから腕の頻度は結構多かったりとかって、まあその方が調子良かったです。僕は腕を太くするのに、はい、ある程度こう頻度を多くする方が好きなの でもしっかりやり込む日も多くして、二頭、それを三頭を目いっぱいやる、あとは例えば三頭不足したい時は三頭の日を作って、胸の日にも三頭パンプやって、四頭筋の日にも三頭パンプするっていう感じで、やってる時もありましたね。その同じ二頭を例えば1週間だったら3日ぐらい落とし込むわけじゃないですか、はい、そしたらもう常に刺激が入ってる。そうですね、ただ1週間では回らないですね。それでやると10日間で回りきるとか、まあ例えば週5回から多くても6回で休みを入れたりとかするので、分割していくと
3頭やって2頭やって胸やって肩やってアッパーバックやってローバックやって四頭筋なので7分割なんですよね。そうするとやっぱり10日近く一周するのにかかるので、うん、まあ、10日で3回やってるような感じですね、二頭筋をね。しかもまあそういうのが僕は一番好きででかくなったかなっていう、その結構人によってっていうかセオリー的にはあの割とね詰めちゃうし、あのコンパクトにしてあの休みを多くっていう人も多いんですけども、それをやった時にあんまり僕は調子いいなとは思わなかったので、あの割としょっちゅう心筋入ってる方が好きでしたね、うんうん、じゃあ一番効率のいい分割法っていうのはできるだけ細かくする、はい、で細かくするけど、はい、まあ、定期的に、まあ、2頭とか3頭の刺激を違う日に入れるみたいな。そうですね、あとレベルが高くなれば高くなるほどどん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 細かくしてって、で細かくしてるんだけどそのパンプの日とかを ABC の日作ったり AB の日作ったりとかして、うん、割と細かく分けて受け頻度は多く回ってくるって、うん、一箇所回ってくるっていうような感じ、まあでもそう考えると、まあ、胸の頻度とか背中の頻度はちょっと落ちるんじゃないかなって思われがちなんですけど、そうですよね、ただ大きい筋肉の方が割と頻度が低くても、うん、あの発達するかなっていうイメージはあるんですよ。まあ回復自体も実際早い、あの時間かかるって言われてるので、ね、割と特に僕は、まあ、胸なんかは昔からやっててその大きい方だったのでそんなに気にしなくても胸のサイズっていうのは十分大きくなっていく方だったので、胸と背中で頻度少ないなと思ったら背中を優先するようにしてたりとかしてましたね。なるほど、まあ、あと背中は2分割にしてるんで、まあ、どっちにしろ多いんですけどね、ローバックとあのアッパーバックで上と下に分けてるんで背中の日は結構多いのと一緒なんですけどね、でも胸が一番少なかったかなっていう感じはしますけど、まあ、胸は何やっても大きくなるような体質だったので、あのどちらかというとその後回しでも良かったかなっていう感じなんですよね。ただその人の体質によってやっぱり後回しにしてもいいところでちょっと変わってくるとは思うんですけどね。苦手な部位とかは結構頻繁にやった方が、そうですね、あの頻繁に回ってくるように、ただヘビーの日とライトの日は分けた方がいいと思いますけど、あのせっかくだった、あとはまあ本当に分割7分割でも胸しかやんなくて肩も3頭のパンプもやんない時もあったりとかして、それあんまり、そうですね、その使いすぎてもあの同じずっとその週3回、まあ1回のルーティンであのサイクルで3回っていうのをやって続けちゃうとちょっとあのやっぱりオーバーワーク気味になることもあるので、それは定期的に変えてましたね。あのある程度回数あの胸だけ背中だけってやるようにして、他の日は腕やらないって、まあそれでも使ってますから十分頻度は高いんですけど、パンプもやらないっていう時も結構あったりとかして、まあ固定はできないんですけど、ただ個人的な感覚とフィーリングと、あとは、まあ、組み方としての僕の考えで言うと、やっぱりその腕とか太くしたかったら腕の日だけを別に作って、それで他の日にもパンプをやるっていうのが一番太くなるかなと思いますね。その腕の日を作らないっていうふうにやるとまず腕は太くならないでしょうし、はい、あとそうですね、肩が苦手だったら肩だけの日を作るし、背中が苦手だったら背中を上下に分けたりとか、まあ、苦手じゃなくて僕の場合は背中をでかくしたかったので上下に分けるっていうやり方を結構して、下だけこうアッパーを鍛えたくなると結局ここ付き合った時に後から下やるともう疲れたりとかするんですよね。だから下もしっかりやりたいし上もしっかりやりたいって考えると分けるしかないっていうふうになって、分けてやってることも結構ありましたね。じゃあ、まあ気をつけた方がいいのは本当に詰め込みすぎてなんか位置上がおろそかになってしまったりとかっていうところですよね、うん、そうですね、はい、割と分割することによってしっかりできるし、あの時間的にはコンパクトだけどハイボリュームのワークアウトができるので細かく分けるっていうのは結構いいんじゃないかなと思いますね。わかりました、はい、本日もありがとうございました、はい、結局頻度も入れちゃった There's a voice inside confining me defining me I got a little